はい、どうもシアンです。あなたの価値を教えてくれ、続きからやっていきたいと思います。前回の続き、ユーマが大事な証拠品持ってんのに隠したよね。で、アリサさん視点で一旦帰るってことになったんだっけかな。おい、ユーマ話してくれないもう帰る、一緒に戻ります。ユーマ一人でレオに絶対敵討ち取ろうとしてるよね。でもこんなね、いや多分ね、まあ、シアンの予想だとやっぱレオはストーカーにはめられてるんじゃないのかなって。まあ正直ね、怪しかったのは怪しかったんだけどさ、なんだっけ、お父さんと交渉してたわけだし怪しいんだけど、でもあんなあからさまにはやらないと思うんだよな。車を手配しますのでここで待っていてください。わかったわ。言っちゃった。今日喉の調子いいんだけど。それにしても疲れたわね。お疲れちゃん。山なんて登るものじゃないわ。ヘリでも用意してくれたらいいのに。ド派手すぎるだろ。降りる場所なくね。しかもあそこ、あれ、ちょ待って、この子あれじゃない、とうとう出たか。唯一キャラクター一人埋まってなかったので、多分ゴスロリの子だよねこれ絶対。後でこっそり寝よっと。でででで、でそこのあなた、そこは立ち入り禁止よ。いや、なんでシルエットなの、姿を見せてください。そうですか、すみません。嘘でしょ。え、見れないのまだ。もしかして例の連続殺人事件の犯人が現れたのですか。ん？どうして事件が起きたじゃなく犯人が現れたって質問をするの。お、わからないんですか、捜査一課の刑事さん。どういうこと、この子関わってるってこと。状況を見れば簡単です。これだけ警察の人員がいるのにもかかわらず、救急車の動きはほとんどありませんでした。つまり怪我人が出ていないのにもかかわらず、これだけの騒ぎになっているのは、一つ目に被害者が犯人と遭遇しただけという可能性が挙げられます。ちょっと待って、この子勘鋭すぎね。探偵の申し子か。そして前例のある事件であれば、これだけの数が動くのは納得ですし、さらに例の連続殺人事件に特徴があるため、すぐに犯人がわかるでしょう。例の仮面でもつけていたのでしょう。よって私はあなたに、例の連続殺人事件の犯人が現れたのかと聞いていたのです。やばいだろこの子。勘鋭いとかいうレベルじゃないんだけど、洞察力が凄まじいね。憶測に過ぎない素人の推理ね。肝心の部分が抜けすぎだわ。肝心の部分？ええ、ほとんど省きましたから。これは喧嘩売られてるぞ、アリサさん。あなた、何者よ？変な質問ですね。ただの野次馬ですよ。怪しいと思うならすぐそこの雑貨屋さんに聞いてみてください。事件当時の時間だと思いますので。アリバイはあると。ええ、そうするわ。随分と疑われているみたいですね。でも刑事さん、この事件、素直に考えていたら、沼に落ちますよ。かわいい。ちょ待てよ、画像はせっかく出たのにシルエットなし。嘘でしょ。ちょ一番見たいキャラだったんですけど個人的に。ちょしおり挟むか。名前も、名前は分かってんだよな一応。プロフィール見れば名前だけ出てるから。あれ X キーか。じゃあ次へ進む。めっちゃ期待してたのに。絶対見れるじゃんこれとか思ってテンション上がってたのにね。あ、落ち帰ってきたんだね。先に入ってるね、空気読める。うん。おやすみ、ゆずちゃん。ななみさん、おやすみなさい。バイバイ。やばい、ほんと今日喉の調子いいんだけど。ここ最近ずっと微妙だったんだよね。じゃあお母さんが車で待ってるから、私も行くね。あ、迎えに来てくれたんだお母さん。まあそりゃそうだな、事件に見合ってんだもん。待って、ななみ。何？あの時。どうして俺の手を離そうとした？ユーマの勘違いだよ。離そうとなんかしてないよ。え？ねえユーマ、レオくんのこと疑ってる？これナナミちゃんがどんどん怪しくなってきたんだけど、シュイヤン。疑ってないよ。そっか。じゃあまたね。うん、おやすみ。え、事件関わってるか、ナナミちゃん。シュウヤの説合ってるか。
左手首痛めたのは銃の反動でとか違うかな。それは考えすぎなのか、しゅうやん。あれ動かない。え、ちょっと待って、情報が更新されたってのは、これは、あ、事件当時の情報ってだけか。ななみちゃん関わってる説あるな、これ。キャラクターは、いやーマジかよ、コメイレイナちゃんまだいない。じゃあ一旦落ち帰るか。怪しすぎるよね、ちょっと。でもシュアンな、当てるときは当てるけど外すときは思いっきし外すからな。あ、部屋へ行くか。そう、携帯ちゃんとあるかな、大丈夫か。仮パクじゃねえや、もしかしたら盗まれてるかも。お、ないじゃん携帯。あ、このびっくりか。てっきり充電してるものかと。あれ、やっぱ今携帯持ってないよね。証拠はあるんだ。犯人なのか確かめないと。やっぱ自分でやる気なんだね。今携帯ないよ、気づいてる。山行くとき持ってないって言ってたよね。確かこの地域の豪邸だったよな。あ、自分で行くのか。いや、行動力凄まじいんだけど。あそこだな、行く。え、待って、え、ちょっと待って、シュアン気にしすぎ、携帯持ってないよね、ユーマ。あれ、え、待って、誰かに盗まれてんじゃん。学校に忘れたとかいう話じゃなさそうだし。ここだな、でかー棒読みになっちゃった。どうやって侵入するか、ひとまず周りを調べてみるか。侵入なのね。まあ、堂々と正面からは入れないだろうけど。いや待てよ、どんだけでけへんの。この左全部あれでしょ、レオの家の建物の敷地内でしょ。お、リラ、あー、よしよし、かわいいな。にゃー、かわいい。じゃあ今日はここまで。またね、ゴストって名前なの。にゃー、かわいい。お、そっから入れる。そんなすんなり侵入できるか。侵入するとしたら、あの裏口からだな。え、そんなすんなり。おー、猫が来たぞ。にゃーにゃー吠えられんじゃん。吠えはしないか。素通りされた。猫の鳴き声でな、おびき寄せられるかもしれないな。本当にそんな単純なの。かわいい。にゃにゃー。ダメなんじゃん、声がのぶとすぎるんじゃん。ダメだ、気持ち悪いだけだな。聞きたかったな、ちょっと。そうとなれば何か硬いもの。お、硬いもの、木なんかあるかな。電柱引っこ抜く。あ、いや待てよ、何かあるぞ。これか、何拾った。使えそうだな。あとは猫ちゃんを移動させないと。猫ちゃん、猫ちゃんどこ。あ、いた。どうする、ごめんね。にゃー。あ、猫抱っこした。意外と人懐っこい猫だね。もしかしたら飼い猫。いや、ここの飼い猫か、ある意味。そこ、はい、よし、ここでじっとしていてね。猫を下ろした。やる、行くよ。はい、これを使って鉄の棒を使用した。何をする気。おびき寄せてる。おお、音立てただけ。もう今日は終わりって言ったでしょ。にゃー、かわいい。よしよし、かわいいな。この隙に入るか、今のうちに。いや、絶対バレるバレなかったバレなかった。シュエンなら速攻殺気に気づくんだけど。お、誰かいる、誰かいる。まずい、戻ってくる。え、お密行動中は物を、決定キーをタップで前に移動させることができます。え、押したところでどうしろとちょ待ってね。え、あ、ちょ待て。あー、そういう感じ。いや、難易度高。うん、待って、どうしろと。いや、どうしろと。いやこれこうでいいんじゃね。これだけじゃバレんのかな。おあれちょ待てよ、これ難しくねえか。セーブしてねえし、しかもしゅうやん。ちょい待ちね。はい、はいはいはい、戻ってきた。これでワンチャン買わせんのかなって感じで。で、多分ここでこうなのかな。いや、まずいんじゃね、これまずいんじゃね。おお、買わせた。はい、おい、あいつ戻ってくんじゃねえか。嫌な予感するよね。いやー、あ、なに、あ、タイミング見ていけと。ちょ待てよ、ちょ待ってね。難易度高いよね、これ。で、分かった、シュウヤン。
このゲームやるときはワンアクション使いマップエリア移動するためにセーブしないといけないわ。ちょちょ待って待って、危ない。サーリアさんだ、かわいい。レオがどこにいるか。何、来た来たの。ちょっと待って待って、嘘だろ。丸見えじゃん丸見えじゃん丸見えじゃん丸丸おおお、なんだこれ、見つかってる。難しすぎるだろこれ。ちょっと難易度高くないか、ちょい待ちね。お、大変大変、多分こうしたらねいけんじゃないかな。あれ、ちょやべ、あいや、おこれこれ見えてるでしょ。君ら逆に節穴すぎないか。助かったけど、ちょセーブしよう、セーブしよう。ちょ、あ、セーブできないし、何、どっから来るの、もういいでしょ。どこ、おいおいおい、これ見やれ見え、見えてないんだ。まあいいだろう。いけるか。ああ、もう心臓に悪いんだけど。とりあえず買わせたね。あの地獄のような状況買わせてなかなかじゃん。結構ないい時間やっちゃったわ。え？ 2 時、警察の動きは。これは革新的な証拠手に入るんじゃね？警察？今のところ問題はありません。そう。とにかく全てが終わるまで全員気を抜かないように伝えなさい。わかりました。そういえばレオ様はどこに？先ほど帰られてすぐに風呂へと汗まみれでした。あ、汗まみれ出してたので、おそらくランニングをしていたのかと。逃げてきたとかそういう話？ユーマから。こんなあからさま、猫入ってきちゃったけど。んあ、まずい。どこに隠れると？野良猫？どうやって家の中に？やばいんじゃん？早く隠れないと。どこに？こんなか？え？あ、間に合ったっぽい。やった、シェア。初めて成功したかも、このゲームやって。あ、見つけた。ニラが入れたのか？すみません。外で可愛がっていたら勝手に入ってしまって。レオ様は猫アレルギーなんだぞ。そうなんだ。後で怒られても知らないからな。あ、はい。猫アレルギーか。動物アレルギーって大変だよな。うん。悔やまれるね。ペット飼えないの。お？よくそこに入りきったよな。危なかった。とりあえず、そこの部屋を調べよう。どこ？あ、そっち？で、レオにバッ。え？見つかった？おお、今度レオだ。バレてるっぽくね？え？さあ、にゃ、俺だ。いいから聞け。みんなに家を見回れと伝えてくれ。ああ。侵入者だ。バレてる。まずいんじゃん？ビスタニアの部屋か。おい、おい、これ帰ってくんじゃね？やらかしたか？まずい。戻ってきたか。いや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 。バレてるでしょ。このまま帰るわけにはいかない。見つからないように探すしかない。いやいや、難易度高すぎだろ。いや、気づくでしょ、これ、気配。すげえ、主人公冷静に探してんだけど。マジか。半端ねえな。バレるでしょ、これ。お、なんか手に入った。なんか手に入ったけど、何手、あ、待って、おお、いや、見つかったよね。今、絶対見えてたよね、君。まあ、いいか。何を手に入れたのか分かんないんだけど。急に走り出すかもしれないよね。あとは、お、またなんか手に入れた。ちょっと待って、何を手に入れたのか分かんないんだよな。ここにいよ、ここに。ここにいれば、どっち動く？まだベッドも調べられてないじゃん。何もなし。お、また、なんで見つかった？いや、助かったっぽい。よし、これで十分だ。逃げないと。さすがにバレてるでしょ。あれ？まずい。何かビスタニアの気をそらせるものがあれば。お、見つかるって。え？バレてるけど。よし、リュウ。あ。ダメだったっぽいわ。なんでどこで失敗した？周辺。はい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 。多分攻略したわ。あと、レオくんにさ、毎回見つかって殺されまくったの、シュンヤン。とうとうね、これ日にちまたいでまた撮り直してんだけどさ。どんだけ積んだんだよって話だね。猫ちゃんを連れてくことができた、猫ちゃん。
これ猫ちゃん見つかるじゃん。ここで猫ちゃん連れてくかどうかで話が決まるみたい。わかんなかった、主演。ででこれで多分ね、逃げられるようになると思う。さあ、ありゃ俺だ、いいから聞け。何へ回れ。侵入者だ。バレバレだったね。いや、難しかった、ここ。一日またいなんだよ。積みすぎじゃね？多分今喋り方のトーン変わってるかもしれないもんね。まずい、戻ってきたか？隠れて。で、これで、左上と、あ、なんか手に入った。手帳か。どっち来るっけ？どっち来るっけ？どっちだ？よしこれ、あれ違うな。これか。よしで、あと一個。で、これを、取ったら、よしで、あと多分ね、待って、一応マウス操作に切り替えよう。よし、これで十分だ。逃げないと。お、鍵が閉められたぞ。まずい。何かビスタニアの気をそらせるものがあれば。で、これで猫ちゃんが、あ、ほら、行った。どんだけ猫ダメなんだよって感じだね。猫逃げ出した。おい、誰か、サーリアン、どんだけ怖いの。怖い、いや、アレルギーって言ってたのか。はあ、助かった。どっから逃げ出す、逃げるにしても。今のうちに早く逃げよう。証拠は十分揃った。セーブしよう。特に、このビスタニアの手帳。お書いてあるな。これもでもクランの駒じゃない、これ。お、誰か出てきたぞ。見つかった。でまずい。多分シアンの予想的にはクランの駒の、おばあちゃん、なん、あれ、ゴスロリの子ちゃん、これ。すみません。あれ、引き止められた。ちょ、なんでえ、リラたちはそっちを探せ。これ見つかるんじゃん。まずい。話してください。お、来た。かわいいわ。やっぱかわいいわ。あなたじゃ逃げきれないわよ。こっちに来なさい。どういうこと？は？ユーマの、サーリアさんかわいいんだけど全力疾走してる。ユーマの唇奪われてんですけど。ななみちゃんは、ユーマ何やってんだよ。あらら。ここまで来れば大丈夫。いや、恋人のふりするにしたって大胆すぎね。なんで顔をあからめているの？唇奪われたしね。なんでって、だってキスを気にしてなさそう。見た目とは裏腹にガキみたいな反応をするのね。口が悪い。ちょっとショックなんだけど、個人的に。ななみちゃんとこうさ、イチャイチャしてほしかったってのがあるから。この子可愛いんだけどさ。それでどうしてあんな物騒な人たちから逃げていたのかしら。それは、もしかして手に持っているものが関係しているのかしら。バレてる？違います。これは俺の私物です。そうなの？でも、あの家に入る前は何も持っていなかったわよね。見張られてる。見られてた。な、どうして。やばい、この子何なんだろう。探偵っぽい鋭さはあるよね。でも名前まで知られてんだけど。ねえ、シリュウユーマくん。私はあなたがどうしてここに来たのか分かっている。え？だから言っておくけど。人を殺すのは簡単じゃないわよ。やっぱ殺人を犯そうとしてんのか、主人公。やめてほしいな。でもな、主人公相当お父さんのこと大好きだしな。しおりはさんも。まさか一日またぐと思ってなかった。ちょっと、これはこれか。次へ進む。唇奪われたのも微妙にショックなんだよな。まあ、なんかこう、シアンそういうところ硬いからね。このキャラはこのキャラとくっつかなきゃいけないみたいなね、思考があるんだよね。これわかるかな？わかってくれる人いるかな？まあ、続きやっていこう。過去編かな？過去編だね。よかったな。これでお前も自由だ。あの女に感謝するんだな。ああ、早く顔が見たいよ。じゃあまた金に困ったら何なりと。もうお前らに借りるのはこりごりだ。どうだかね。じゃあまたな。これは、夫が出てきたってことかな。さよならだよ。たく、よし、帰ったぞ。でも結婚してるんじゃないの？いないのかよ。
あ、置き手紙。もうあなたと一緒にはいられません、さようなら。まあそうなるわな、普通。おいおい、嘘だろ。もしもし、聞きたいことがある。なんだよ、もう金を借りたくなったのか。どうしようもないダメ人間。違う、レンって言うんだ。レンがいなくなったんだよ。連絡先を知らないか。ああ、彼女ね。まさか逃げられたか。まあそうだよな。お前にはもったいない女性だ。そんな美少女なの。ごたくはいい。早く教えろ。おいおい、彼女は安全の道を選んでお前から離れたんだろ。だったら俺が知っているわけがないだろうが。お、じゃあ逃げ切ったってこと？ん？もしもし、サラミア、彼女がいなくなったんだ。相談で何回か会話していたよな。行方を知らないか。はあ？お前せっかく解放されたのに不運なやつだな。悪いけど俺は今飲み会で忙しいんだよ。解放されただけまだマシだと思うんだけど。頼む、一緒に地獄を抜け出した仲だろ。些細なことでもいいから教えてくれ。あ、ササミヤが脱獄犯のあれなんだ、手伝ってくれた人なんだ。ササミヤって誰だ。サラミヤだ。居場所は俺が知っているわけないだろう。ねえ、もそうだな。4番通りに豪邸があるだろ。あそこに住んでいる夫人なら知っているかもな。ビスタニアの家かな、もしかして。どういうことだよ。忙しいって言っただろ。じゃあな。んー、情報がまだね、詳しくはなってかないね。おい、くそ、とにかく行ってみるか。確か、4番通りの豪邸って、鮫島財閥？鮫島財閥？またなんか新しい名前出てきたな。あれ、止まった。あれ？あー、びっくりしたぜ。シリュウユーマ支店、消失。何を消失させたんだ、ユーマ一体。これ2016年って書いてあるけど、2016年からずっと作ってたのかな。それでね、ミスして教官にものすごく怒鳴られたの。レースのミス？ねえ、ユウくんってば。まあ、頭の中復讐のことでいっぱいなんじゃん。あ、ごめん、冒頭してた。大丈夫？さっきからずっとだよ。あれ？止まった。ごめんごめん。で、なんだっけ。もう、何回も私が怒られる話をさせないでよ。そうだね。2回目だね。あはは。ゆうくん、本当に学校に行くの？うん。でも、立ち直った矢先にだもんな、本当に。大丈夫だよ。刑事さんたちもついてるし。そっか。じゃあ私はそろそろ学校に行ってくるね。行ってらっしゃい。気をつけてな。うん。めっちゃ心配してる。ほんといい子なんだけど、ゆずちゃん。胸締め付けられるわ。俺も準備しないとな。行くか。そう、携帯なかったよね、前回。昨日って言うべきかな。昨日なんかずっとしゅんや、携帯ねえ、携帯ねえってずっと騒いでたからね。しゅんやだってもう携帯なきゃ生きられない人生を送ろうとしてるからね。ほら、やっぱないもん。やっぱどっかに落としてきてるよ。ピスタニアの手帳。お、おー、びっくりした。音、音。こそ、だから、あれは、多分あの暗号はクランの駒が隠してある場所とかじゃないのかな。もしかしたらね。で、このユーマの家にあるお父さんの将棋盤の、そのカツラのなんたらかんたらみたいなところのマスに埋まってるとかありそうじゃない？勝手なシュウヤの予想です。犯人はレオ・ビスタニアで間違いない。これを警察に渡せばそれで全てが終わるんだ。復讐なんて、そんなバカなこと、俺がするわけないだろ。あの人が言ってることは間違ってる。俺は、人を殺したりなんかしない、しそう。人を殺すのは、簡単じゃないわよ。絶対やるよね、主人公。は？違ったかしら。いや、待ってくださいよ。何を言ってるんですか？それに、どうして俺のことを。有名人の息子だもの。あなたのことは知っていて当然よ。じゃあ、さっきの言ったことは。言葉の通りだけれど。どうしてそうなるんです？私はあなたのお父さんのことをニュースで知っている。それを踏まえて考えれば、あなたの行動の意味がわかるわ。
まずあなたは何らかの理由で暴力団の家に侵入した。もちろん目的があるからよね。そしたらその目的とはあなたが持ってきたものが示している。仮に一般人が暴力団の家に侵入する理由を考えても金星類を盗むぐらいしか思いつかないわ。本当感鋭いんだけどこの子、しかもゴスロリ可愛いし。でもあなたの持ち物は拳銃にメモ帳、あとは書類がいくつか。これだとあなたは利益のために侵入したようには見えない。では他の理由は何なのか。そうだよな、あの家結構ガバガバだよね、セキュリティ金品盗もうと思えばだいぶ盗めたよな。一つだけあなたと暴力団のつながりがあるわよね。シリュウ・ミチナガが暴力団に殺害されたと報道されていること。そう、あなたは事件の証拠を見つけるために侵入したのじゃないかしら。だけどあなたに暴力団の本部へ侵入する度胸があるようには見えない。誰だってそうだわ。でもあなたは侵入したね。相当強気だよね。それは何らかの証拠を握っていて確信があったからでしょ。キーホルダー。そう、あなたは犯人だと分かる材料を持っていた。だから確認のために侵入した。だけどどうしてあなたが動く必要があるのかしら。それだけ確信を持った証拠だったのなら普通は警察に見せるべきよね。あ、でもこれは見せなくてよかったんじゃないかな。だって警察の動向を探ってたしね、サーリアさんたち。理由は簡単、自分自身が事件を解決し復讐するため。違うかしら。溜まり込んでる。違います、俺はただ真実を知るために。奇弁ね。一体何ですか。あなたは勝手にふざけたことを言って。それにさっき言いましたよね、俺が入るときは何も持っていなかったって。俺のことをつけていたんですか。めっちゃキレてる主人公、顔真っ赤だもん。ええ、そうよ。おい、正直に言った。どうしてですか。気になったから。え、は、とんでもない気分屋だね。ただ気になったからよ、この事件に。特に被害者のあなたのことがね。あれ、喋るかと思ってたら喋らなかった。あれ、メガネになってる。こちらハリミやシリュウ・ユウマくんが家から出てきました。つけてるんだ。アリサ、出番ですよ。いや、見張ってる、寝てるアリサ起きた。うが、あ、あれメガネかけてなかった、目つぶってるだけだったのかお恥ずかしい。何回このくだりをやるつもりですか。起きてください、出番です。その年に似合わない服装で高校生に紛れるって言ったのはあなたですよ。マジかよ、高校生の服見れんのか、超楽しみ。これ私の私服なのだけれど。あ、そっちか。可愛いじゃん、ショートパンツ履いてなかった今。それは失礼、とにかく出番です。めっちゃ可愛いじゃんね。ありなんですけど。はいはい、おばさんが行ってきますよ。全然おばさんじゃないし。ちょっとこれ全体像見たいんだけど、これメニューで見れんのかな。お、追っかけてく。ちょっと メニュー開こうぜ。もうシュヤンがもうあれウキウキ気分なんですけど。こちら篠崎配置に着きました。慎重に追いかけるわよ。ちょっと待って、セーブしよう、セーブしよう。別にメニュー見たいとかそういうあれじゃないから、セーブしよう。あ、でこっち私服じゃないじゃん、超ショックなんですけど。もうセーブしよう。あ、でもちょっと待って、時間も多分そろそろいいところまで来てるはずなので今回はここまでとさせていただきます。はい、ちょっと1日またいちゃったからどんぐらいかわかんないや、もしこの動画の続きが気になるようでしたらぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価いただけたらとても嬉しいです。次回はユーマを追っかけるってところだね。私服見たかった、しょげたな、絶対見れると思ったもんね。キャラクターはこれで新しいキャラも、あれ更新されてねえし、まあいいだろう、姿見えたし。あ、それではシアンでした、またね。